高露館は平安時代に設置された外交及び海外交易の施設である。前身として畜紫館や南馬館が奈良時代以前から存在した。その名称は北西からあった旧時のうちの外交施設、高露寺に由来し、当の時代にその名称が日本に導入された。広氏は大きな鳥の胃から転じて大きいの胃、炉は腹の胃から転じて伝え継げるの胃、 航路という言葉は外交施設の来訪を告げる声を意味していた。航路館の移行築生の航路館は現在の福岡県福岡市中央区城内にあった。福岡城敷地内に位置する移行が見つかっている唯一の航路館である。築生の外交施設の原型は義式和人伝の時代に遡るとされる。糸島半島にあったとされる糸国には軍師の往来。 常に泊まるところなりと記された外交施設が存在していた。ただし施設名や場所についての記録は残っていない。祝いの乱の後、戦火元年に七つのほとりに通称七つ宮けを設置し、九州支配と外交の役目を果たす。水戸十七年には、筑紫太宰の名で日本初期に登場。白月の絵の戦いの翌年に行政機能は、 内陸の太宰府に移転、七つのほとりには、太宰府の機関の一つとして、海外交流及び、国防の拠点施設が残された。この施設は、筑紫館と呼ばれ、当白木、木海の施設を迎える、迎賓館建宿白書として機能し、海外施設はまず航路館に入館して、太宰府や都へ登ることとなっていた。畜士館と大財布の間は、約十六キロメートルだが、そこを、 最大幅10メートルの速攻を完備した直線道路が付設されていた。ただしこの道路は発生紀内に廃道となる。児童2年には筑主館で白木国士全総理を教したと日本書紀に記されている。また海外へ派遣される国士や留学僧らのための公的な宿泊所としても用いられた。天平8年に白木へ派遣される使い白木氏が 筑士官で読んだ歌が万葉集に収録されている。律令制においては事務所現場領の管轄であった。筑士官はまた外国商人らの検問、接待、交易などに用いられた。航路の名は日東留学造園人の日東愚法巡礼行期の上和4年の記述に初めて登場する。上和5年には第19回検討士の副詞であった小野高村が 当人陳道伊西へと、太宰公路館にて死を昭和したとあり、昭和9年の大乗官府にも公路館の名が記載されており、下唱2年には、東商人53人の来訪が太宰府から朝廷へ報告されている。天安2年には、留学造園陳が商人李の鷹たかの船で帰帳し、公路館、北竹門楼で歓迎の縁が催されたと、温城事文書にある。 上岸三年及び上岸七年には、李信孝が再び航路館を訪れている。この傾向は、菅原道真により、官票六年に、剣闘士が廃止された後に強まった。当初航路館での通称は歓迎であった。商船の到着が太宰府に通達され、太宰府から朝廷へ急使が向かう。そして朝廷から東物師という役人が派遣され、教官や仏像仏具。 薬品や香料など、宮中や貴族から依頼された商品を優先的に買い上げた。残った商品を地方豪族や有力自社が購入した。商人は到着から通商までの3ヶ月から半年間を航路館内で滞在。宿泊所や食事は航路館側が教室した。その後演技3年の大乗ンプには朝廷による買い上げ前の貿易が現金されており、貿易が 官営から私営に移行していることが伺える。そして、演技9年には、東仏市に代わって、太財府の役人に、公益の実務を当たらせている。上岸11年の白木の入港の後、警護所として、航路中島館を建設し太財府の兵や武具を移した。また、1019年の都イの入港の後、山を背にしたちに防備を固めたという記述があり、これも航路館の警護所を指しているとされる。 やがて時代が下って、北宋、高来、両の商人とも交易を行ったが、11世紀には、昭福寺、上天寺、箱崎宮、住吉神社ら有力寺社や有力貴族による主貿易が盛んになって、現在の博多から箱崎の海岸が貿易の中心となり、大宋国商客宿坊と名を変えた、航路間での貿易は衰退。栄昭2年には放火される。 漢字5年に、総称人理巨漢が航路間で写経した記述を最後に、文献上から消えることとなる。中山平次郎復元された、航路間の一部江戸時代に、福岡藩の学者、青柳種信、長野主政、伊藤恒太りらが航路間の位置を、博多部の館内町だと唱え、この説は、大正時代まで広く信じられていた。しかし、 九州帝国大学医学部教授の中山平次郎が万葉集の記述などを検討し、福岡城施設を提唱した。当時、福岡城市には帝国陸軍不評第24連隊が駐屯していたが、1915年の博多鈍卓による同連隊の解放日に中山は平営内を倒査し、古代の河原を表面採集。 1926年から1927年の考古学雑誌に論文を発表した。さらに、同連帯で兵役についていた、鏡山武氏が弾薬庫の保証の傍ら古代河原の破片を採集したことも中山説の傍傷となった。この二人は、後の1930年に九州考古学会を立ち上げている。戦後の1948年、不評。 第24連帯平野土地に国民体育大会に伴う競技場建設が行われ、翌1949年には平和団や球場が建設された。この建設工事に際しては、1950年に中山平次郎に指示していた高野古六、大場の利が大量の瓦や中国越収洋形政治を採集し、1951年には、 河原や越州洋系政治と共に、コール館以降の一部と考えられる礎石が出土したが、いずれも正式な発掘調査が行われず、遺構はそのまま破壊されたものと考えられていた。しかし、1957年に改修工事が行われた際に3000点の陶片が出土、うち一部が中国越州洋系政治のものと同定される。そして1八十七年の球場が野石、 改修工事による発掘調査で破壊されたとみなされてきた遺構の一部が良好な状態で発見され残る遺構も同様に残存している可能性が急浮上した。平和大9条は1950年から1978年まで西鉄ライオンズ1989年から1992年まで福岡大英ホークスが本拠地としていたが 大映画1993年に本拠地を福岡ドームに移した後、歴史公園整備事業の開始に伴って1997年に閉鎖した。その後、スタンド等の建築物を解体した1999年から始まった本格的な発掘調査は現在も続いており、2004年5月には国の史跡に指定された。発掘調査によって、 木管や河原類が出土。他にも越州洋政治、調査用時期、慶洋白地、白木高来山の陶器、イスラム圏の青湯陶器、ペルシアガラスが出土している。また建造物の第1期から第5期に区分される時代的変遷が判明。ただし、9世紀後半からの第4期と10世紀後半11世紀前半の第5期の移行は、 福岡城建築によって破壊されている。奈良時代のトイレ以降の規制中乱分析により、豚やイノシシを常食する外国人のトイレと日本人のトイレが別々に設けられていたことが判明している。さらに、男女別のトイレであり、トイレットペーパーには中儀という棒切れが使われていたことが判明している。発掘調査が終了した南側以降には1995年に、 航路間跡展示館が建てられ、検出された遺構や出土したい物が展示されている。2016年春、遺構を埋め戻し、芝生広場として開放された。建造物跡地を示す印が付けられている。南馬の航路間は、何はにあったとされ、現在の大阪府大阪市の中央区と、北区に架か,かる天馬橋から、天神橋の間、あるいは、中央区高麗橋近辺、または、 中央区震災橋筋の水戸寺付近にあったと考えられる。古墳時代から機内の港として往来のあった何和津には外交施設として難波館があり、日本初期には、慶大6年12月に、九ダラブネ王の使者が長を貢献するとともに未魔な四、県の活情を求めて館に泊まったとある。これが外国施設を宿泊させる客館の所見である。 近明二十二年には、南馬大軍にてくだらと白木の使者を接待する。その後、水古十六年四月に、随陽大の使者、廃生聖が来訪するにあたって、まず畜死に滞在させ、その間に、高来館の上に新館を作ることで、歓迎の準備を整えている。西明六年五月八日には、高栗市の香取文が、南馬館に到着した。高という名称が、 南馬館に用いられた年代は定かではないが、その後、上和11年に南馬の高路館が、雪竹にグニフの成長に転用され廃止されたとの記録が残っている。東高路館し日ただし、石踏みは東高路館推定跡地からは、北方100メートルに位置する。西高路館跡説明版説明版は、西高路館推定跡地の南東隅に位置する。 背景は、京都市中央卸売市場第一市場。平安京の銭湯が、延暦13年であり、平安京の航路館は三つのうちで最も遅くに、設立された客館となる。当初は、須崎王子南端のラジ門の両脇に設けられていた。当時、西寺の混流のため公認年間に、須崎王子をまたいだ七条に、東航路館、西航路館として移転。 現在の京都府京都市下京区 JR 丹波口駅の南東付近に位置した。天長10年の霊気具にある航路館は平安系の航路館を指している。平安系の航路館は主に木海市を迎賓していた。北路にて来訪した木海市は戸客員や松原客官に滞在して都からの使者を迎え、使者に伴われて都に上り、航路館に入った。 都の航路間で入庁の儀を行った後、内蔵量と交易し、次に都のものと、その次に都外のものと交易をした。しかし、北海王、王妃と修士よに日本との関係に変化が生じて、交易が減退。日本側では824年に、右大臣、藤原おつぐにより、北海氏は国賓ではなく、貿易商人であると判断されて、 以降12年に一度とされる。東高炉館は、上和6年に、天役領書館の500円へと改められた。さらに、牧海国が、喫丹によって滅亡させられた後は当然だが、牧海市の来庁はなくなり、施設は衰え、鎌倉時代の頃に消失した。一説には、演技20年の頃に廃止されたともされる。末期の高炉館の状態について、以下の史実がある。 村上天皇が天徳元年7月27日に意見封じを求める臨時を出し、同年12月27日に15以上未義証弁菅元文治が村上天皇に対し意見封じ3箇条を提出した。全3条のうち役人、貴族の堕落を取り締まるべきとする内容の2箇条に、続き第3条において、 受付排出航路間懐エンジン霊文指示の論を展開している。すなわち北海滅亡から30年後のこの時点で航路間は復活させねばならない状態だったことがわかる。源氏物語第一条、起立簿には航路間滞在の後来の人相占いのもとを光る源氏が訪れる様子が書かれている。また、江戸時代には良さ武村が 白梅や僕香る式航路館と歌っている。今では大正4年に建てられた東航路館市の石踏みが下行区西新屋敷上げ山地に残るのみである。ありがとうございます。